グダニスク公としての印字印象付きの指輪、シフィエントペウク二世は、ポメレリアのグダニスク公ムチュイ一世の息子で、偉大なシフィエントペウクと呼ばれる。1216年か1217年に、シフィエントペウクは、クラクフ公レシェク一世からポメレリアを与えられ、引き換えに、ポーランド大公である、レシェク一世に侵入することになった。しかし、 シフィエントペウクは密かに、レシェク一世の総主権下から脱却することを狙っていた。間もなく彼は、議定のビエルコポルスカ公ブワディスワフ・オドニツと同盟を結んだ。オドニツは、同盟の王子で後見人のブワディスワフ三世に、ポーランドを追われ、議系のシフィエントペウクのもとに身を寄せたのだった。1220年の父の死後、 シフィエントペウク2世は4つの地域に分かれている、ポメレリアの中で最も大きいグダニスク城とその領域を相続、グダニスク港となり、その当地期に都市グダニスクが建設された。同市は、ハンザ同盟都市の一員となり、リューベック法の適応を受け、バルト海の有力都市に成長していった。シフィエントペウク2世の2人の弟サンボルとラチボルは、 まだ幼いため、弟たちの保護者となっていた。二人が成人するとそれぞれ分量を与え、サンボルには、ルビシェボトチェフスキエを、ラチボルには、ビャオガルトを与えた。一方、シフィエントペウク二世は、儀帝ブアディスワフをドニツに、クラクフ公の地位とシロンスクを獲得させることを、約束し、代わりに、レシェク一世イと、定地シロンスク公を、 ヘンリク一世の排除に協力してくれるように頼んだ。1227年11月23日、ゴンサバでポーランド諸公の会議が開かれた際、シフィエントペウク二世とオドニツが差し向けた伏兵の一団に襲われたレシェク一世は殺され、ヘンリク一世も重傷を負った。シフィエントペウク二世はこうしてデンマークとポーランドの総主権下から抜け出すことに、 成功した。同年、彼は、ポモジェの公爵の称号を名乗ったが、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は、ブランデンブルク辺境百余ン1世とその弟、オットー3世が、シフィエントペウク2世の領するポメレリア広国の主権を有することを確認した。ブランデンブルクはすでに長い間ポモジェ地方の主権を保っており、その影響で、 ブランデンブルクの赤いワシの紋章がポモジェでも採用されていた。1238年、シフィエントペウク2世は、グバニスク、ナクー、ブイドゴシチュなどのポモジェ地方の都市と接するスワフの広告を征服した。この領土獲得は、彼に、クヤビとの戦争を引き起こす野心を起こさせた。ところが、20年もの間シフィエントペウクの統治を、 支えてきた弟たちが、今後12年間は主君である兄を支援しないことを宣言し、この兄弟同士の内輪もめは内戦に発展した。サンボルとラチボルは、治療を追い出され、最初は、ビエル・コポルスカク下の親族のもとに亡命して、彼らと同盟し、後には、異教徒のバルトプロイセン人に対する十字軍遠征に、従事していたドイツ騎士団と同盟するに至った。 また、騎士団とシフィエントペウクとの間には、経済的な緊張関係も存在しており、こうした状況からシフィエントペウク二世は、異教徒のプロイセン人たちと同盟した。シフィエントペウク二世は、1242年に、ドイツ騎士団が、氷上の戦いで敗北したことを契機として起きた第一次、プロイセン放棄において、重要な役割を果たした。 キリスト教徒のシフィエントペウク二世が騎士修道会と敵対して異教徒プロイセン人との同盟を選んだことは騎士団を支援するローマ教皇にとって予想外の事態だった。シフィエントペウク二世はそれまでこの地域におけるカトリック教会の擁護者として振る舞っていたからである。やがてプロイセン人による放棄は失敗に終わり教皇特使の調停を受けて 1248年11月24日に休戦協定が結ばれた。シフィエントペウク二世は弟たちに領地を返還し、ドイツ騎士団に自分の広告を通過することを許可し、ビスワ川を渡る船舶から通行量を取るのをやめ、プロイ先人とのいかなる提携をも結ばないことを約束させられた。シフィエントペウク二世はこの約束を守り、 第二次プロイセン放棄では反乱者を支援しなかった。1266年、46年にわたる治世の後に亡くなり、二人の息子ムシチュイ2世とバルティスラフ2世が広告を継承した。1269年、ブランデンブルクはポメレリアを報道とした。1217年、または1218年に、 ポズナンコオードンの娘エウフロジナと最初の結婚をした。1252年以前にメクレンブルクの皇女エルメネガルだと再婚している。ムシチュイ2世、バルティスラフ2世エウフェミア流言公ヤロミル2世と結婚ズビニスワバビショグルト近郊の手形を取るフの両主サドの息子ドビエスワフと結婚やン娘、ケーフェンベルクハクと結婚。ありがとうございます。